はい、こんにちは、重工房のフラシーです。今日はね、新しいものが届いたのでご覧に入れましょう。何かな、はい、ということでこれがね、できました。モッシュオーク、モッシュオークですよ、これね。私、あのモッシュオークさんのナイフをこうレビューしたらこれもレビューしてくんないかということで、ご提供いただきました。これはね、何かというと、ちょっと開けてみましょう。ちょっと開けてみましょうね。これはね、ナイフではないんですよ。ナイフのレビューの依頼もあったんですけど、ナイフはもうちょっとそんなたくさんナイフあってもしょうがないのでって言って、これはですね、何かというと、じゃじゃーん、あー、もうシオクっていろいろやってんだね、こういう。はい、こんなんです。これはうわー、すごいね、これ。ツール、マルチツール。ですよ。こういう。お、すごいっすね、これ。めっちゃごっついですよ。なかなかすごい、立派ですね、これ。大きいですね。私の持ってるレザーマン、これ、レザーマンのウィングマンっていうやつ。これ、使いやすくて持ってるんですけど。まあ、これはこれぐらいの大きさですけど、それよりもちょっと大きめですね。ウィングマンよりちょっと大きめの感じ。私の手でこれぐらい。私も小さい。あんまりそんな小さい手じゃないけど、これぐらいの感じ。このウィングマン持ちの方だったら、ウィングマンと比較するとこれぐらいの差ですね。はい。で、こちらの、まあ、オピネルの10番か。と比べてもこれぐらいの大きさの違いですね。はい、ちょっと中見てみましょうか。で、これはまずペンチというか、まあ、ニッパーというかね、このニッパーとここにワイヤーカッターみたいなのがありますね。ここでバシッと切ります。これはこの辺は、まあ、レザーマンと一緒ですよね。で、マルチツールとしては何があるかというと、怖いね、これ。はい、こんな感じですね。はい、で、まずこちらからいくと、ナイフですね。あ、すごい切れますね、これ。なかなか切れ味のいいナイフですね。はい、それからここに、これはドライバーですね。ドライバーのここにね、このケースの中にこういうドライバーの付属がついてました。これはいいかもね。ここにこう刺すんだよね。これでネジ回しというか、ドライバープラスドライバーマイナスドライバー、あとは星型の特殊ドライバーもありますね。スマートフォンとか開けるやつですね。はい、これが第一章。こんな風に。で、ちょっとナイフしまおうか。しまうときはね、どうもここのボタンを押すみたいですね。この内側にここにボタンが1個ついてるんです。これですね、これ。これを押しながら、これを押しながらナイフを畳むっていう、こんな感じですね。ちょっと怖いですけどね。だから、ここも押さないと戻らないようになってます。ここを押すと、これがくっと戻るようになってますね。そして、こちら側にはヤスリ。あ、ヤスリとスケール、物差し。物差しになってる部分と、反対側がヤスリ。いいね、これ。これは、レザーマンにもあったな、ヤスリはね。そして反対側へ行くと、こちら側は、まあ、ノコギリかな。そしてこちら側が、あ、違うな、こっちがノコギリですね。こちらがノコギリか。ね、はい。こっちはなんだ、じゃあ。これもなんかノコギリみたいな感じですけど、まあ、ちょっと、肉切り包丁みたいにも使えるかもしれないけど、ちょっとわかんないね。差がよくわかりませんが、刃物をしまっていきましょう。それで、よいしょ。これが缶切りかな。缶切りに、まあ、マイナスドライバーにもなりそうな缶切り。それから、よいしょ、こちらが、あ、これも、皮を縫えそうな針っていうのかな。ここに糸通してズポッと刺すようなね。そういうような緊急用の
チリでしょうね、はい、そしてもう一個がこれは、まあ、栓抜きかな、栓抜き缶切り、どちらにもなんか使えそうな感じの、こちらが栓抜き、こちらが缶切りか、そんな感じですね。まあマルチツール、合計 1、2、3、5種類、6、7、8種類、それから9種類、10種類、10徳ですね、10徳マルチツールっていう感じですね。いや、ごっついですね、なかなか。うん、するとこの、ま、あ、これがあるのでね、まあ、これは 10徳と思えばいいですかね。はい、そしてこんな風に、専用のケースに入れて持っていくと、まあ、キャンプに持っていけば何か感覚が役に立つというかね、まあ、お守りみたいなの、私もね、実はあのこれ持ってますけど、まあ、バイクで行くときはね、こういうの持っていくと心強いですよね。あの、なんかあったときにこう荷物が少ないならでは中でもね、あの、なんとかなるので、まあ、多少構造が違いますね、このレザーマンとは。レザーマンはこう、こちら側にこうナイフが出たりとかね、するようになってます。まあ、レザーマンの話は今日はいいんですけどね。はい、これどうって、そうか、どうでしょうか。モシオクの十徳ナイフ、マルチツールナイフですね。はい、今日は、モシオクのですね、マルチツールのご紹介をしました。まあ、あの、ちょっと大きくて重いんですけど、まあ、一つキャンプのバッグの中にボンと放り込んでおけば、まあ、お守り代わりに役に立つと思いますよ。これがですね、もう塩区さんのやつが2380円、安いね、これすごく安いと思います。このレザーマンが確か1万円くらいしたと思うので、それを思うとどうなんでしょうかね。ずいぶんあの値打ちだと思いますね。びっくりした。そっか、まあ、ちょっと手の小さい人にはね、大きすぎる感じ。この下の2900いくらのものがもうちょっと小ぶりのものがありますね、ありますけど、まあ、こちらの方がマルチツールキットとしてはいろいろ使い道があるという感じですね。はい、ということで、一つ持っておかれるといいんじゃないでしょうかね。こういうの持っておくと、まあ、何かと車の中に1個入れておいてもいいし、役に立つと思います。はい、ということでいかがだったでしょうかね。今日はそのモシオクさんの、モシオクのマルチツールですね、ご紹介した。このドライバーというかネジマシンのこういう機能ね、があって、作りもかなりしっかりしているということで、おすすめじゃないかと思います。確かにね、これマルチナイフとか十徳ナイフとかって私好きでね、持ってるんですけど、意外と高いんですよ。まあ、アーミーナイフもそうだけど、ビクトリノックスとかも高いんですよね。そこのウィングマもこれ1万円でしょ。それと思うと3000円以下で買えるので、非常にいいですね。なんでかというと、こういうのって持っててもあんまり使わないんですよね、実はあんまり使わないということで、あんまり活躍の場がないんですよね。万が一に備えて持っていくんですけど、なかなか万が一って起きない、万が一ですからね。まあ、でも万が一のためにこういうのが1個あると心強いかと思います。使う方は頻繁に使うんですよね。なので、まあ、我々のようにキャンプで使うレベルだったらこれぐらいで十分じゃないかなと思うんですよね。宝の持ち腐れにならないように、まあ、これ3000円ぐらいのマルチナイフはこれなら買いだと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしますので、よろしければね、チャンネル登録してみてください。ではまた明日の夜8時にお会いしましょう。岩さん、さよなら。いや、値段聞いてびっくりしたね。これ、こんなに安いんだ。さよなら。